中国の広州統一統治者区孫三年寺麺どんぶるりタイプの揚げ麺に粉末スープ海苔調味がついています。麺は気泡感を感じる軽い食感ですが、しけたような感じもします。スープはまろやかな鶏だしで、変な酸味や癖のある香りもなく、中国の即席麺としては日本人にも受け入れやすいです。乾燥野菜が結構たくさん入っています。